はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、ココ山岡っていう宝石屋さんがですね、昔あってですね、えっ、ー、と、割と有名だったんですけど、えー、まあ、どっかで倒産してるんですけど、えっ、ー、と、そのお話をしてみたいと思いますね。えー、まあ、大丈夫だを見てたんですけど、まあ、いつものごとくね、大丈夫だを見てるとですね、 あの、視聴者、視聴者じゃないな、観覧に来ていただいた人をですね、なんか選んで、ゲームに勝つと、えっ、ー、と、物をあげるっていうゲームがあるんですね。で、えっ、ー、と、まあ、大体女性が多いんで、あの、コッコ山岡のダイヤモンドリングをっていうとですね、キャー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 言うわけですよ。えー、だけどですね、当時の人はですね、あの、わかんなかったんでしょうけど、その、えっ、ー、と、あれがね、30年前ですよ。 30年前の人はですね、ココ山岡がですね、の品が良くないっていうのは知,知らないんで、もうダイヤモンドリングって言われただけでもうキャーキャーなわけですよ。高校生とか、そのぐらいの女の子とかはね。で、えっと、現代の人はですね、ココ山岡っていうとですね、あ,あの、粗悪品のあそこねって。なんかですね、商売のか、形がですね、うん、なんかちょっと不思議な形をしてまして、 えっと、宝石を売るんですね。宝石を売るんだけど、うん、5年後か10年後にですね、あの、売った金額で買い取ってあげるよみたいな感じでですね、買い取り保証があるんですね。で、えー、なのでそうですね、10万円で買っても、10年後に10万円で売れればまあ、あれ その間私が付けてた分、ただじゃんみたいなですね。あの、そういう知恵が働くとですね。あの、買っちゃうみたいなところが多分あって、で、七案とか持ってってもですね。ああ、五千円でどうみたいな。あの、二万、二万円ぐらいで買ったらダイヤモンドリングだけど、うちが五千円で買い取ってあげるって言ってるんだけど、みたいな。なんかですね、 あの、見る人が見ると粗悪品っていうのがわかるみたいで、で、えー、まあ現代の人もわかるんですよ。もうここ山岡っていうとですね、あの、よくないダイヤモンドリングってわかるんで、あの、ルーレットマンとかがですね、あの、ダイヤモンドリングをですね、当ててもですね、うわ、いらねえみたいな感じになるんですけど、当時の人は知らないからですね、大喜びで、 えーでまあ、10年後に買い取るっていうお話だったんですけどそれはですねお店がまだ経営していればの話ででまあそうですね粗悪品をですね売って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 倒産なのでえー、あれあれあの時あのここ山岡でダイヤモンドリング買ったんだけど あの、そろそろ買い取ってもらおうと思ってたら、あれ、会社ごとなくなっちゃったよ。買い取ってくんねえよ。みたいな感じでですね。えー、日本中にあの、ココやマオカの粗悪品が、えー、溢れた状態で、えー、終わってるよってことで。まあ一応ダイヤモンドなら何でもいいのかな。僕あんまり宝石とかは興味ないんで、あれですけど。はい、えー、これもまあ、お、昔のですね、うん 詐欺商法といえば詐欺商法なんですけど、上手い商売の方法を見つけたなってところで、ね、ですね、えー、そう賢いなと思いますね。で、売って売って売って、ま、テレビにこう、宣伝用にダイヤモンドリングを出すってことはですね、マイナスなんですけど、その宣伝効果たるや、あの、テレビでですね、ココヤマオカってめちゃくちゃ出てきたんで、 はい。まあ、宣伝効果抜群でして、え、売れに売って、これね、被害者ね、めちゃくちゃいますよ、多分。で、えー、買ったダイヤモンドリングはですね、粗悪品で、買い取り保証をしてたんだけど、その買い取ってくれるお店がないってことで、えー、そうですね、経営者はうまく逃げ切ったなってことでですね、 ん <laughs> これも何百億って儲けて逃げてるんですかね税務署とかはお前んとこお前儲けすぎでお前倒産なんかするわけねえだろうみたいな感じでかもしれないですけど一応倒産ってことでお父さんってことでなってるんでね。あ、じゃあどうか銀行かなんかもあれなんだ被害食らってるのかなはい、今回はえっ、ー、と高校山岡のお話をしましたよってことで みんなの憧れのね、えー、っと、ダイヤモンドリングってことですよって。はい、今回以上です。